とにかく水を使え、水を。水を逆らうともうどうやっても無理だから。本当重戦車だ。ああ、もったいない。もうちょっと体を体の下に突き落とす。離したときやっぱ横揺れちゃうから、せっかくいいを狙っても足場が崩れる。だいぶ頑張ったと思う。で、なんか抜いてもこう来たらこれ動かす。すごい大事。今良かったんじゃないですか。はい、どうです。今は耐えが止まりそうです。いや、でも全然いいですよ。さっきは全然足の使い方が大事なの。ストレートとかね、溝が横と縦の溝が2つあるんで、あそこ厳しい。どうやっても難しくはなりますけど、ね、外足に乗って耐えるしかないです。ああ、なるほどね。やっぱりみんな足もちょっと難しくはない。そうですね。でも入れないあれじゃないの。あ、じゃあ外足しっかり乗ってみ。あそこやばい、みんな外れる。まあだいぶ難易度高いですから無理しないでください。あそこやっぱ目線を下げないと深いところでやっぱ伸びきっちゃうような形になっちゃうと難しいです。でも上のあのチビの上のチビの滑り見るといいです。あの溝縁狙いでいくんです。あ、そうするとスピードをかなり強いじゃないですか。うん、見てて、見るのが溝狙いでいく。最後まで諦めないで、ポールあんまり意識しなくていいから、今みたいにどん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 溝使ってきな。で、もっと早く切り替えてっていう。上手くなってるじゃん。上手くなってるよ。全然上手くなってるよ。頑張れ。外スキー乗れ。外スキー。いや、難しいけど、これが練習だから。もっと体の下でスキー動かす。話すの、もう話しちゃうから、しっかりする。いつも体の下で動く。ほら、手下げるな、手下げるな。そろそろお前、そろそろスラドメのストーク回復やらないよ。もうこうやって滑ってこれで高くして前だ。そうよ、あれじゃ切り替えがいつになってもできない。早く足揃えろ、足揃えろ。落としていきな、体を落としていきな、こうやって落としていきな。こうやって残っていくから横に動いちゃうんだ。下に体を落とせば、おへそがポールの内側通過するようになるぞ。そうすると楽になるから。